はいどうも、北条フェレット、ハルくんです。ということで僕らですね、久しぶりに北海道に帰ってまいりました。いやただいま。あ、じゃあこれ合成じゃないですからね、合成にめちゃくちゃ見えると思うんですけど合成じゃないんですごいねまあ今回ですね、そのお仕事きっかけで北海道に久しぶりに帰省したんですけど、まあその家族とも相談して、まあ少しね滞在しようということになりましたので、はい、はい、まあのんびりしておりますという感じです。まあせっかくなので、まあ北海道で、ね、久しぶりに撮影もしたいなと思ってるんですけど、まあまだまだね油断できない状況でありますので、はい、まあ感染予防対策はしっかりしまして、はい、はい、まあその大人数でこうご飯とかもね、まあ行かないですし、うん、はい、まあおとなしくね、まあ二人でちょっと巡ろうかなと帰ってきたぞ、久しぶりに。1年ぶりか。帰ってきた。あ、どうも、ただいまです。どうもどうも。あれ車は、え、置いてきてよ。置いてきたんじゃない。え、そこにある、車庫の前。あ、どうもどうも、久しぶりです。よいしょ、ご飯は？めちゃくちゃ食べたね。あ？めちゃくちゃ食べたね。食べる動画だったの？うん。4時の便か。4時の便？だ2時、体育川でぐらい。1時半ぐらい、体育川。JR ちょっと見とかんけど。僕もですね、ついに帰宅しました。はい。え、おかえり。ただいま。あ、ちょっとマスクをして。おかえりなさい。ただいま。東京に来るとき結構あったかな。まあたまに会ってはいたんですけど、やっぱ実家に帰っていて親のご飯食べるっていうのはね、本当に1年以上ぶりなんで。で今回ですね、一つご報告なんですけど、まあ、北海道帰ってきたということで、はい、まあ、その重いその報告とかではないんですけど、はい、まあ、一つね、まあ、心機一転な、そういうお知らせがございます。なんとですね、はい、僕ら、新しくオープニングとエンディングをね作成いたしました。おー、イエイ。まあ、次北海道帰省するタイミングで一気に変えようかなと思ってて、うん、まあ、完成はねもうしてるんですよ。はい、まあじゃあ一回もう流そうかな、見ていただきましょういや、はい、結構ね、まあ、長めではあるんですけど、はい、はい、皆さん新オープニングからね、まずはご覧ください。というわけで北のうちたちの新オープニングどうぞ。ダーン。皆さんオープニングいかがでしたでしょうか。いや遠いですね。なんでアングル変えたいんだよ。景色絵が持つからあんま変わらないです。で今回ですね、そのオープニングあとエンディング、あとアイキャッチですね、はい、アイキャッチも作っていただきました。すごっ。はい、もうてか全部僕たちの動画みたいなんですけど確かに僕がね本当にもう高校時代から僕ら新世界旅をする新世界グループ大好きで、そして一番ね尊敬するクリエイターがエフェアさんなんで、はい、今回ね本当にまあ、心よく引き受けてくださって本当にね、もう僕感激でございました。チャンネルアートとアイコンもねそろそろ買いたいなと。確かにね、なんかね僕らのアイコンって高校2年生ぐらいの時に作ったやつなんですよ。あれ、あ、そっか。それをねなんかずっと使ってて、まあ別にいいっちゃいいんですけど、うん、あれもうねあのサイズだと北のうっぐらいですけどねもうはみ出すぎちゃってんだよね。そうそうそう、はいはい、でまあ編集の、うん、まあその素材とかもね、まあ、ちょく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 追加してって、あ、はい、なるほど。まあ、だんだんねその編集、まあ、北内っぽいなっていうね思っていただけるような感じにしていきたいので。はい、まあ、北内のチャンネルが、まあ、リニューアルという形で一新いたしますので、はい、まあ、ここから、ね、ちょく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 多分変わっていくと思いますので、うん、はい、皆さんね、ここからの動画も楽しみにしててください。はい、というわけで皆さんね明日の動画も楽しみにしてください、はい、というわけで編集フレットハルくんでした。バイバイ。バイバイ。エンディングどうぞ。あ、この枠もできました。そういえば、あ、そう、あの喋る枠も、あー、もうすごマジですごいじゃんこの喋る枠もできたんで、北のうちたち 2.0、はい、これからもお楽しみください。誕生日よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバイ。